放った三振が9つ。古木に7回ホームランを打たれましたが、一人でここまで投げ抜いてきました。8回の裏、味方が1点を取ってくれました。さあ、上原にとって今シーズン初の完投なるか。これはファウルです。2エンドも1のままです。投球これから5球目になります。すでに球数は148球です。さあ、次が149球目。汗が光ります。マウンド上、上原落とした。センターの前に落ちました。ワンバウンドヒット。ベイスターズも粘ります。9番川村のところ、ピンチヒッターベテラン種田。これで次が上原、水野さん150球目ですね。まあ、球数は言ってますけど、本人はもう球数のことは気になってないと思いますよ、はい、もうとにかく勝ちたいという気持ちでマウンドに立ってると思いますよね。もう投げ切るんだと、はいはい、阿部も必死のリード。試合は大詰めです。9回表、ツーアウトランナー1塁です。ピンチヒッター種田のボールカウントは1-3。あっと、見た、フォアボールです。ランナー2塁1塁。さあ、上原、9回表ピンチが広がりました。ここで堀内監督が出ます。どうやら守りを変えるんでしょうか。そして池谷ピッチングコーチがマウンドに行きます。さあ、ランナーが2塁に行ったところで、あ、レフトの清水が下がってきて、ローズがレフトの守備位置に行っています。ベンチの前では井出がキャッチボールを行っています。ジャイアンツが1点を取って1点リード。9回表のベイスターズの攻撃、ツーアウトからヒットとフォアボールでランナー2塁1塁です。ご覧のように今日2安打の石井拓郎、ワンヒット出れば同点という場面。強肩の井出をセンターに入れてレフトにローズを移したジャイアンツの守り。際どいコース、しかしボールです。まあ、両チームとも連敗してるだけにね、はい、連敗を抜け出したい一勝ですから、はい、なかなかこう自分のこう手に取るっていうのは難しいですよね。共に必死です。ジャイアンツは4連敗中、一方のベイスターズも引き分け1つを挟んで3連敗中です。まもなくこの上原、自己最多の球数になろうとします。すでに150を超えている上原、次が156球目、ストライクです。さあ、これで水野さん、次がおそらく勝負球でしょう。そうですね、まあ、僕はフォークで行くべきだとは思うんですけどもね。肩で大きく息をします。その差はわずかに1点。今日当たっている石井がバッターボックス、セカンドと一塁にランナーがいます。大詰め、9回表ツーアウト、ツーエンドツー、5球目。落とした、見た、これでランナーは一斉にスタートをするという場面になります、ね、そうですね。ですから、外野のポジショニングというのが下がりますよね、はい、この、なんですか、この要するに同点ランナー、はい、逆転のランナーが、はい、こっちがターゲットになるわけですよね、はい、当然一塁ランナーは返さないようにという外野の守り、深い守備位置を取りました。さあ、ラストボールです。9回表ツーアウト、ランナー2塁1塁で上原、実に今日の160球目になります。ベテラン石井が間合いを取りました。これもうどっちも苦しいですからね、はい、ピッチャーも苦しいと思いますけど、まあ、バッターの石井拓郎もね、苦しい場面だと思いますよね。どちらがこの勝負、上原対石井、制するのか。打ち返した、レフトの前だ、レフトの前だ、サードの後藤が追っていく、フェアだ、フェアだ、セカンドランナーがホームに帰ってきた、同点、同点です。
9回表同点。上原の160球目、石井が執念でレフトの前に運びました。いやー原さんねえ、まあ、いいボールですよ。はい、まあ打ち取ってる当たりではありますけれども ね、やっぱり、まあ、石井の執念といいますかね、はい、うん、それがやっぱりいやいや上回ったのかな。レフト線フラフラッとフェアグラウンドにポトリと落ちました。さあしかし同点でなおランナーは三塁二塁です。今日3本目が同点のタイムリー石井拓朗。